石川県能登地方での最大震度7を観測した地震の影響で、福井県内では少なくとも5人がけがをしたということです。福井県内の消防などによりますと、あわら市では地震の揺れによって家具の上から落ちたもので90代の女性が肩を打つなど、合わせて3人が軽いけがをしたということです。また越前町の90代の男性が地震の揺れで転倒し腰を打つ軽いけがをしました。福井市内でも男性が転倒して軽いけがをして、福井県内でのけが人は少なくとも合わせて5人に上ります。また一部の地域では断水が起きているということです。あわら市によりますと、道路の崩壊や段差が発生したことにより市道の2カ所が通行止めになっているほか、一部の道路で液状化が起きているということです。また永平寺町では体育館の天井パネルが落下するなどの被害が出ています。けがをした人はいないということです。